池本池田高橋桑原天野佐々木です。進入後手スタートしました。4号艇様子を見まして1番3番5番揃った。1号艇ダッシャー聞いてまずはコーナー先手主導権の池本照明。3号艇先に動いた高橋沙央。5号艇前が詰まって2号艇コンパクトに運んだ2号艇の池田ライタマ9入った。イン主導権握りました1号艇の池本照明。左舷攻めた3号艇の高橋沙央が2番であります。2号艇センターの池田、4号艇若干様子を見ながらも出てきた4号艇の桑原明。コーナー先手を取っていく3番手の、おっと2番手の争いにも少し絡んでいったんですが、マーセー冷戦さ3号艇の高橋さん、おっと5号艇若干振り込んでしまったか。目下台形は1番3番4番でおどけ前を通過していきます。なお事故がありましたにマーガは残念ながらお知らせいたします。5号艇の天野昭夫選手が転覆アクシデント失格に敗れます。1番2番3番4番5番6番の進入です。スタートしていきました。際どく3号艇の上村トップスタートを決めていきました。あとは1番と2番も踏み込んだタイミングで1マーク先行は1号艇の近江、2号艇3号艇どちらも差しに向けては3番バランスを崩して危ないところになった5番と4番アクシデントです。先頭から現在1番2番その後6番となっています。アクシデントが起こっていて現在構想は4艇先頭から1番2番6番続いて3番で2マークを終えています。なお4号艇が転覆のため失格、4番の宝田は1周の1マークにおいて転覆のため失格、5号艇も1マーク付近とどまってというところになっていますが、4艇構想して2周の1マーク先頭から1番2番3番その後6番と続いて2周目のバックスレッジへと入っています。上位体系は1番2番3番その後6番です。なお5号艇の川島不完走のため失格、5番の川島不完走のため失格となっています。1番、2番、3番、4番、5番、6番の並びスタートしました。1番、2番が覗いたスタートになりました。好スタートを決めた1番、2番、さらには3番も出ていって1マークの旋回、逃げる1号艇雲野、刺す2号艇の松本、まくりに行った3号艇は流れて、先頭は1号艇の雲野幸四郎、内迫るのは2号艇の松本和樹。スタートは前提正常でした。さあ1番、2番の突破争いとなりました。1号艇雲野に刺した2号艇の松本が届いています。激しく競り合いながら迎える2マーク、1号艇雲野の内側から2号艇の松本、先頭は1号艇の雲野がわずかに前に出てきました。先頭争いから前に出たのは1号艇の雲野幸四郎です。すぐ後ろの2番手が2号艇の松本、内側からは4号艇の大谷がやってきています。これから2周目1マークの旋回へ、先頭で回っていくのは1号艇の雲野です。続いて4号艇大谷が仕掛けて刺す2号艇の松本、2番手は2号艇の松本、すぐ後ろに4号艇大谷、その後ろに3番6番と続いて5番にアクシデントです。上位体系は1番2番4番で2周2マーク、なおこのレースでは5号艇のコードが1マーク付近で転